ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ浦和より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。はい、ボンドカーズ浦和のツッキーです。よろしくお願いいたします。今回ご紹介させていただく車がメルセデス V220D アバンギャルドロング2020年式9700キロこちらの車両になります。はい、で今回ご紹介させていただくこの車なんですけれども、普通の車でなく、はい、うちのボンドプラス電装の専門部署のコンプリートカーということで、そうですね、はい、原因はこれ内装になってくるんですかね。はい、内装を非常に豪華にしている、コンプリートの車ということで、外装に関しては基本的にノーマルの状態をご紹介させていただいて、メイン の, そのスペシャルのパーツ、これ部品の販売もできるそうなんで、はい、この車の紹介しつつ、そのパーツの紹介もさせていただけたらと思います。そうですね、はい、今日はどちらかというとそっち寄りですかね。そうですね、デモカー紹介って感じになりますかね。でまずこの V クラスなんですけど、僕完全に勘違いしておりまして、車的には、あんまり比較する車はないと思うんですけれども、国産車で言ったらアルファードとかベルファイアとか、あの辺とこうバッティングするラグジュアリーミニバンっていうカテゴリーになるのかなと思ったら、本国だいぶ違うみたいですね。っていうのは本国はもうどっちかっていうとですけど、もっと幅が広いというか、なんかもう商用車仕様のやつもあるって、そうですね、そっちがビト、はい、もう高級になってるのもあればキャンピングになってるのもあって、でなおかつその商用だったり、日本で言ったらもうハイエースとか、そのぐらいにこう幅広く使われている車なんですね。今回ご紹介させていただくロングなんですけども、全長の方が5150、全幅の方が1930、結構あります、で全高の方も1930ということで、正面もしくは真後ろから見ると真四角の車ということで、はい、でエクストラロングになるとさらにこう長くなって、5300で、なおかつホイールベースも伸びるんです。そうですね、あんまりないですよね、受注かなんかなんかね。そうなんですかね、ショートとロングは同じホイールベースで、で後ろがちょっと長いかどうかっていうことですね。エクストラロングになるとホイールベースごと長い。じゃあメインでこう流通しているのはショートかロングって、そうですね、はい、ただ装備が結構こうショートとロングだと省かれているというか、エクストラロングだと結構全部ついてるんですよ、で今回のお車はそのエクストラロングに匹敵するぐらいの全部装備がついているということです、こんな内容になってきます。続いて横に回ってきまして、ホイールの方は標準の18インチということで、もう外装全部ノーマル、そうですね、はい、オプションで19があるんですよ、19だと2色あるんですよ。そして横に関してはどうなんでしょう、結構こう大きく感じます、はい、さすが全長5メーター超えということで、ハイエースより長いですもんね。そうですね、はい、そしてこの辺の衣装なんかもいろいろメルセデスのものを引き継ぎつつ、そしてスライドドアになっているということで、さあそして今回ノーマルなんでサクサクっとの外装紹介になりますけども、ね、はい、早速後ろに回ってきまして、後ろに関してもこんな感じで後期型になります。そしてこのリアゲートのこのここも開くんですよね。そうですね、こんな感じで、これでかいっすね、そして便利な気がします。ちょっと買い物で後ろに積みたい時とか、これここから開けようとすると結構ガボッと開いて、確かにガラスだけでも結構でかいんで、どのくらいですか、60センチぐらいこう後ろのスペースは必要ですけど、ガラスだけ開けることもできると。そして V クラスですから収納もすごいんですよね。そうですね、はい、リアゲートもこんな感じでフル電動ですよね。あれ電動じゃなかった、びっくりしたはい、電動のタイプのテールゲート、結構大きいですね。でかい、だから後ろ結構スペースないと、リアゲートに関しては、ね、だからこの辺がガラスが開くのが便利になってるみたいな、でトランクに関してもこの真四角ボディですから高さも非常にありますし、はい、これカタログでもゴルフのバッグ、縦積みで4本とかいけるんですよ。でもちろん奥行きがあるんでリアシート動かしてもらったり倒してもらったりする必要があると思うんですけど、もう非常に収納もあるというわけで非常に広いトランクになっております。続いて内装を見てみたいと思います。これドア結構しっかりしてません？そうですね、意外になんか昔の金庫みたいな感じを少し感じるぐらい重たいドア、そして内装の方がこれ AMG ラインパッケージがつくとカーボンのパネルになるんですね。今回は標準パッケージということで、トリム類はウッドのタイプ、そして内装が2色あるんですよね。これがブラックとベージュがあるということなんですけど、今回は全部ブラックのこちらのタイプになっております。そしてステアリングに関しては全車レザー巻きのステアリングになっているということで、あと後期になるとかなり安全装備だったりだとか、その辺が進化しているということ で、 そうですね、アダプティブのハイビームアシストプラスがもう後期標準になってたりだとか、あとレーダーセーフティーパッケージなんかもついてくると、この辺は割とこうかなり装備もいいですし、後期おすすめなんじゃないかと思います。
続いて乗ってみたいと思います、はい、今日外装紹介だいぶサクッとじゃねえと思ったそこのあなた、ちゃんとここから紹介します。あの今までなんかちゃんと紹介してなかったみたいなんですけど、そして乗ってみると、あの今回先に言いますね、あのスペシャルパーツ、内装で完結しております。まあ、リアで紹介しますけれども、セカンドキャプテンシート、あとセンターコンソール、フリップダウンモニター、デジタルインナーミラー、アンビエント、地デジ、 DVD、 ミラーリング、その辺なんかが丸々ついてると。で前の部分になってくると、まずこのアンビエント、はい、こんな感じでアンビエントが追加されている。これ吹き出しも変わってますよね、うん、そうですね、あの真横からこのセダンなんかで使われているこのタイプの吹き出しになって、なおかつアンビエントが追加されていると。これが64色ということで、え、これだいぶなんかあの華やかさというか、うん、雰囲気変わりますよね。アップしてますね、はい、ちょっと高級感もかなりアップしてる、こんな感じになっている。で他の装備に関しては、まあ、これはもう純正になってきますけど、マルチファンクションだったりだとか、あとはこの V クラスあれなんですよね、ステアリングに関してはこれが手動なんですよね、うん、これ電動にしてほしかったです。僕手動が好きなので私は手動、これオプションでも電動ないんですよね。ないと思います、ね、多分本国だったらもしかしたらあるかもしれないですけど、はい、こんな感じ。そしてメーターはこのおなじみの感じのアナログメーターと、真ん中にインフォメーションが出る。でこっちのナビの方が 10.25 インチ、まあ、表示に関してはそのまんまなんですけども、ここで全部あのいろんな機能が追加しているということ で、はい、で今回地デジも見れますし、あとは DVD も見れると、この後後ろで紹介します。あとミラーリングもできるということで、スマホの画面をそのまま表示することができる、だから YouTube だったりだとか、その他動画が再生できちゃうということで。ただあの V クラスカープレイの設定がないんですよ。なんで後付けするんですけど、前期だとなんかカープレイが追加しやすい、で後期だとカープレイって、追加するのかなり大変なみたいなんですけど、カープレイの代わりにミラーリングができるんで、まあ、Google マップなんかもそのまま使っていただける、はい、でこの辺なんかはおなじみですんで一通りサクサクっといっちゃいますけど、他のメルセデスと同じインターフェースでこんな感じで使えるようになってます。そしてあとはエアコン関係に関しては、これ4ゾーン3ゾーンになるんですか、3ゾーンですかね、はい、3ゾーンエアコンになっていると、はい、であとはスライドなんかもここで操作できますし、あとはパークセンサーなんかもここでオンオフできちゃうと。であとは、今回の車はデジタルインナーミラーがついているということで、これがボンドプラスオリジナルの、デジタルインナーミラーになっております。でこれがなんか液晶のクオリティにも非常にこだわってて、これ動画で伝わるかどうかわかんないですけど、めちゃくちゃ綺麗じゃないですか、なんかあのちょっと昔のバックカメラみたいなあんな感じじゃなく、そうですね、くっきりと普通のなんかあの、はい、タブレットと変わらない画質のデジタルインナーミラーになって、でここで全部あのドラレコ機能もついてるんで、ドラレコの角度なんかも調整できるっていうことです。こんな感じで、でドラレコに関してはフロントとリアでついてるんで、まあ、両方録画もできて、なおかつ駐車中の監視もできるそうです。そしてあとはまあ SD カード入れる必要があるんですけど、入れていただければその辺の再生確認なんかもできますし、あとはデジタルインナーミラーになると、基本的に暗いところを、まあ、肉眼よりかもはっきり見えるようになっている、まあ、要は映像なんで処理できるんで、まあ、夜間なんかも後ろがもっとはっきり見える。ただ距離感に関してはどう思います？慣れがやっぱり必要ですね。そうなんですよね、はい、最近ようやくいろんな車乗ってデジタルインナーミラーついてる車を何台か乗るようになってようやく慣れましたわ。なんで後方視界が悪い車とか、はい、あとスーパーカーなんかでは最近おなじみになってます、マストアイテムですね、はいはい、この辺なんかもボンドプラスオリジナルのところで、でここでこの視野角というかこの向きもそうなんですけれども、こっちのここがカメラ本体になってくるってことなんですけど、ここでもアナログでも調整できるということで、結構安価なドライブレコーダー内蔵のデジタルインナーミラーだとなんかここにカメラがついてるんでミラーごとこうなんか調整しないといけないものもあるらしいんですけど、この商品に関してはもう単体で微調整もできて、なおかつこっちの画面でも調整できるっていうことなんで、まあ、その辺がミラーと個別にできるというこんな商品がついております。であと天井関係に関してはこのベージュのファブリックですね、まあ、この辺はノーマルなんでサクサクっとこんな感じに、でかいですねバイザー、うん、はい、なっております。そしてですよ、もう一個ボンドプラスオリジナル商品がこちらでございます。はい、このセンターコンソール、はい、これは純正でも途中からなんか追加されたんですか、うん、あ、そうなの、確かそれは存じ上げなかったです、まあ、仕様によってはこれついてるのも多分あると思うんですけど、こちらのタイプ、これがあの V ってほとんどついてないじゃないですか、ここがないともうスカスカな感じしますよ、ね、でこのアームレスト兼このセンターコンソールがついてるんでこんな感じで非常に豪華な作りになっております。でここがドリンクホルダーと
あとここも置くだけ充電ついてるんですかね、はい、で質感に関しても全く一緒ではないんですけれども、かなり近い質感、そして作りもめちゃくちゃしっかりしております。そしてコンソールの中に関してはこんな感じで割と深めで、今地デジとか DVD のリモコン入ってますけど、こんな感じになってます。そして USB がついております。こんな感じで、これ高さもいいですね、うん、後付け感がないこのデザインは相当いいね。ないですね、うん、あの知らない人が見たら、うん、あれ V こんな設定あるの、うん、っていうぐらいしっかりで、これも単体で出るらしいんで、はい、今 V のお乗りの方で付けたいよっていう方は後付けができるらしいです、うん、これだいぶ高級感あってこないですか。高さカラーも2色あるのかな。あります、ベージュと黒両方あるみたいな、はい、でこのレザーの質感はかなり近いです、うん、プラスチックの質感が若干本当わからないぐらいですけど、うん、違うのかなっていうぐらいなんで、かなり。そしてここについている ETC、 この辺なんかの、はい、邪魔にもなってないんでそのまま使えるような、はい、こちらがついております。続いて後ろの席も見てみたいと思います。もう後ろがどっちかっていうと真骨頂じゃないですか。そうですね、ご覧ください、こちらのキャプテンシート、これがなんと後付けということで、はい、なんかこれも途中からの純正の設定とかオプションで追加されましたよね、うん、で、あの純正もあるんですけど純正めちゃくちゃ高いんですよね、うん、なんかオプションでもなんか80万か90万ぐらいもっとするのかな、はい、が後付けされているということで、でこれも純正ではないんですよね。そうですね、純正と同じ仕様のものというか、こちらになってくる。これ中乗っちゃいますか。これ相当いいよね、見た目も。塚原さん乗ってみてください、はい、快適具合を動画でお伝えください。まずは僕も乗っていいですか。乗らせていただきます。さあ、そしてこのシートがすごいところが、はい、この機能がすごいんですよね、うん、この電動のオットマン付き、しかもリクライニングも全部電動でございます。すごっ、寝ていけますねこれ完全に、はい、そしてヘッドレストもこのふかふかヘッドレストがついてると。これ何も喋んなくなっちゃってるじゃないですか、月見さん。いや、どこまでいけるかなと思って、はい、あ、これヘッドレストの高さも調整できるんですか。高さもいけますね、はい、がまず電動でついてる。それにプラスしてご覧ください、シートヒーターとベンチレーション、はい、そしてマッサージもついてるということで、はい、もう至れり尽くせりじゃないですか。え、メモリーもついてるんですか。メモリーも2つついてるのかな。やば、この辺が、はい、全部ついてる。でしかもさらにこれだけじゃないんですよね、置くだけ充電もついてる、はい、でこれはオプションらしいです、うん、シートプラスオプションで選ぶとこれも、まあ、1人1個ずつ。今マッサージ受けてます、はいはい、レビューしてもらっていいですか、はい、でもいつも思うんですけど車のシートマッサージって、はい、もっと欲しい。あ、圧がちょっとそわそわそわって感じですか、うん、背中とお尻もすか。グリ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 って、まあ、きますけどね、腰、はい、いや腰から上っていう感じかな。背中のところが、うん、はい、マッサージされるようになってる。これリクライニングだけっすよね。前後もできるんだ、はい、なんとテーブルもついてる。これもボンドプラスオリジナル商品ということで、今 V クラスに乗られている方は後付けもできちゃうと、はい、でこの合皮張りで割としっかりしてる、うん、めちゃくちゃ良くないですかこれ。この感じで、でこれが運転席と助手席両方今回はついてる、はい、え、これ後ろだから仕事しながら寝ていきながら移動できるじゃないですか。です、ね、はい、でこれもいいな、いいっす、はい、そしてこれも2色展開なんで全部のパーツそうですよね。そうですね、はい、2色展開なんでベージュの内装にもいけちゃう、うん、でこちらのシートなんとドリンクホルダーもついてるんでこんな感じで、はい、いけちゃいます、はい、確かにドリンクホルダーここないんで。そうね、はい、こっちにで純正同等なんでちゃんとこの辺のクリアランスも使えちゃう。だからこれオプションでついてない車とか、うん、はい、前期型とかはまあ足していただければこれができちゃうという、うん、これだいぶ良くないですか。これだいぶいいですよね、はいはい、こんな感じになっております、うん、そしてご覧ください、前で少し触れた DVD と地デジがこんな感じで、はい、DVD デッキはこのスペースに入ってますので、うん、DVD の再生もできると。これもこのスペースにしっかり入ってるんであんまり邪魔にならない。そして下が少しだけ収納があるんですかね、こんな感じで。これ純正っすよね、もうほぼほぼ、ほぼそうね、はい、こう下ではね、はい、そのぐらいのシルエットになった、うん、そしてもう一つボンドプラスオリジナルのフリップダウンモニターということで、アルパインの、約12インチの
こちらのモニターがついております。で今地デジ屋内なんで電波が弱いため受信ができませんってなってますけども、これで地デジ DVD ミラーリング全てが楽しめると、はい、最高ですね。豪華すぎませんか。いや相当いいよね。で専用なんでここが全部 V クラスの天井の形に合ってるんで、この辺も後付け感がほぼないという、はい、これ最高ですね。でしかもこれアルパインとアルパインのやつなんで、このプラズマクラスターついてるやつですよね、うん、はい、こちらのタイプ。あ今シューシュー言ってましたね。こんな感じで空気清浄機機能的なですよね。そうですね、はいはい、こちらがついてます。これも後付けできるみたいなので、うん、ご相談いただければ取り付けが可能です。さあ続いて3列目もチェックしてみたいと思います、はい、なんとこのどでかいシートがガコッと前に倒れるということで、うん、まあ、一番前までやっちゃうと前に干渉したりするんで、まあ、いいところで上げないとなんですけど、うん、そうしていただければ3列目もアクセスできると。3列目も直通脱いでいいですか。はい、はい、そうするとこんな感じで3列目もしっかり使えると。え、 V3 列目結構いいっすね、うん、広いで、この車3列目もちゃんとアンビエントが伸びる。あなるほど、はい、この辺なんかもついてると。つけたい、ね、そしてドリンクホルダーもありますし、はい、あとこれなんですか。あ、ここ電動なんだ、知らなかったっす。それ前もそうだよね。知ってたかもしれないですけど、うん、あの忘れてました、うん、こんな感じで。そしてエアコンの吹き出しが2列目も3列目もしっかりついてる感じですよね。こんな感じで、はい、ここは何もない、こんな感じで。でこれ3列目はもちろん倒したりとか外したりもできるんですよね、うん、はい、なので使い勝手がかなり良くなってます。行きましょう。じゃあ行きましょう。若干取り直しなんですけど、そうですね、はい、はい、事情を知ってる方も突っ込まないでいただきたい、はい、本当に申し訳ございませんでした、はい、反省しております。申し訳ございませんでした。改めてになるんですけれども、はい、試乗をお届けしたいと思います。うっかりしてました。じゃあ装備のところから振り返りたいんですけど、はい、まず何といっても月村さんが座ってるこのキャプテンシート。そうですね、はい、今回これ内装黒なんで黒のシートになってますけども、ベージュの設定もあると。でこれが電動リクライニングとオットマンとシートヒーター、はい、ベンチレーション、マッサージ、ワイヤレス充電もなんとついてるということで、はい、でアンビエントもなんとついてるという。そうですね、はい、まあ、これだけ単品でつけるなんていうこともできますんで、今回ちょっとこのいかにくつろげるかをお届けしたいと思います、はい、であとはこのセンターコンソール、これも黒とベージュがあるってことで、これも単品取り付け可能ってことです。だと、はい、これいいっすよね。そうですね、これあるとないでだいぶこう、うん、ワゴンかバンかってちょっと雰囲気違わないですか、うんうんうん、だいぶ違う。そしてあとはフリップダウンモニター、こちらアルパインの 12.8 インチ、はい、これに、まあ、今回地デジ DVD その他ミラーリングなんかもついるようになってると。あとデジタルインナーミラー、はい、はい、これドラレコ付き角度調整可能のタイプでございます。あとアンビエントが追加されているのと、あとは後付けで地デジ DVD ミラーリング HDMI 入力なんで、普通の RCA より全然綺麗っていうことです、うん、はい、というわけで参りましょう。はい、あ結構ディーゼルサウンドしますね。そうだね、いきます。よいしょ。250で作れればよかったんだよね。そうですね、うん、まあ、ないかな。でもこれ基本的に車の設計変わってないから、うん、まあ、今回ベースが 220D ですけど、うん、何でもいけるんですよね。そうそうそう、それだけ、はい、よいしょ。あやっぱ結構でっかいっすね。でかいね、はい。で出足はお世辞にもいいとは言えないんですけど、まあ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 、まあ、月村さん今回は月村さんのレビューがメインになりますので、はい、後ろのくつろぎっぷりをとりあえず今、はい、よいしょ、下げれるとこまで下げて、めっちゃ広いですね。シート下げて、でレッグレスト、いいですね。ちゃんと足届かないですもんね、うん、なんかここぶつかっちゃったりすると残念じゃないですか、ね、月村さん身長いくつでしょう。身長173センチ。じゃあ180ぐらいまでいけそうですね。180、もうちょっといけるんじゃないかな。いけますかね、うん、そしてとりあえずリクライニングを、いや最高、下げれるとこまで下げてきました、はい。まあ、簡単に言うとロング並みの装備がついているということで、そうですね、はい、後ろが快適になっております。これでフリップダウンで何か、
そうですね、まあ、DVD は見れますからね、これ、はい、テレビでも DVD 見ても最近のやつの軒並みディスク入んなくなってますからね。もうやっぱりファミリーユースなんかだと DVD 見る機会も多分まだ多いんじゃないかな、ね、まだね、まだそこまでじゃないよね。そうですよね、そのネットでな動画見てみたいなところは。あとはミラーリングができるんで、まあアプリによりますけど、まあ、基本的に YouTube だったりはミラーリングで見れちゃうということで、うん、うちの子供なんかもう YouTube しか見ないですからね。そうね、はい、今そうだよね。でもうちもそうだよ、なんか。あ、マジっすか。俺ですら。あ、うでもニュースとかもありますもんね、うん、YouTube で。でもミラーリングは結構マストかなって。これ後ろだけじゃなくて、だから前もちゃんとミラーリング映るようになってるから、うん、普通にあの Google マップも使えるし。ただミラーリングの Google マップとカープレイの Google マップってちょっと違うんですよね。ああ、そうなんだ。カープレイの Google マップってなんか一応車に繋がってるっていうのを認識するらしいですよ。もうちょっと案内がまともになるって話ですけど、はい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 、そして乗った感じはですね、もうディーゼル感満載です。出足も結構こう決していいとは言えないし、うん、振動も結構ありますよね、うん、ただこのなんかしっかりさ、このステアリングのしっかりさとかブレーキのしっかりさはやっぱり同質者だなって感じしますね、うんうん、そうですね。結構振動はステアリングもブレーキペダルも結構伝わってくるです。ただなんかそのめちゃくちゃ不快かっていうとそんなことは全然ないです。そしてこの奥だけ充電も、はい、使えちゃう、使えると。そしてそれが一つずつですもんね、シートに対して。で前は当然こっちの真ん中に一つですけどついてますし、正直アルベルトと比べたら、やっぱりそのエンジンのとこだったりはアルファード、あと内装の質感、そこにはやっぱりこう勝てないかなっていう感じします。ただそこまで台数走られちゃうと、確かに分かります。もう前後左右、はい、アルファードみたいな時あるからね、はい、半端ないっすもんね。もうファミリーユースからちょっとそういう何ていうんですか、コンフォートな法人的な使い方のアルベルも多いじゃないです か、うん、だからちょっとみんなと被るのは嫌なんだよなっていう人も少なくないと思う。そうね、もう今はお偉いさんもアルファードだもんね。そうですよね。だその点やっぱりこの V クラスだったらそんなにやっぱり被ることないし、うんうん、あとはまあその細かい質感とかで言ったらまあ勝てないかもしれないですけど、やっぱりこのドイツ車ならではのこのしっかり感と、うん、っていうのは絶対あると思うんですよね。このメルセデスのこの安心感、はい、あとは今回車シルバーじゃないですか、うん、これだから違う色で作ったらまた雰囲気違うのかな。そうね、真っ黒黒とか、うん、はい、まあ今回はあくまでもこのデモカーを作るのにあたってベースは少し安めに抑えろっていうのがあったからね。はい、だから若干ファミリーカー感出てますけど、これ黒で作ったらだいぶ雰囲気違うんだよ。だいぶね、ちょっといかつさが出るというか、はい、思います。そして今 U ターンしますけれども、うん、V クラスの小回りは、あれ V クラスってこんなに小回り効くんでしたっけ効くよね。あれ一車線で曲がれたっすよ。 そしてゴー。あ、出足は正直いいとは言えないです、やっぱり、うん、ただ全然あの不満なレベルではないですね。全然十分で、ステアリングフィールもやっぱりドイツ車ならではのしっかりしたやつなんで。そうね、あともうちょっと車内が静かだと。ああ、そうですね、そこもありますよね、うん、結構ロードノイズもそうだし外の音も結構拾うっていう、うん、この辺がもうちょっと静かだとS じゃなくて V で送迎みたいな。確かに車の元々のキャラクターがこうすっごい幅広いじゃないですか、うん、V クラスって。だどっちかっていうと多分比べるべきはアルファードベルファイアじゃなくて、なんかあのグランエースな感じがしますよね、うん、ただちょっとサイズ感違うんで、うん、グランエースって結局ハイエースベースというか、うん、基本のところハイエースじゃないですか、足回りももちろん全然違いますけど、ただ後席はめっちゃ広い、はい、いいっすよね。もうだこれだったら法人的な使い方でもファミリー的な使い方でも不満出ないんじゃないかなって。めっちゃ楽、うん、
何にもなしの V クラスだとちょっと装備寂しいなっていう方も少なくないと思うんですけど、そうだね、これ組み込めればぐんとグレードが上がる感じしましたね、はい、そしてブレーキはやっぱりしっかり効くんだよな、どうしよう。そしてデジタルインナーミラーは正直レビューきますよ、うん、慣れないです俺最近ようやく慣れてきたお客さんの車とか商品車とかについてちょっと乗ったりするんで、はい、ここがすごくチャカチャカしてにぎやかな感じしますよねって思ってたんですよ。でも僕も、うん、そしたらこれ V クラスこのルームミラーほとんど役に立たないですよね、うん、室内がこう長すぎて、ね、これ切るとこのありがたさ分かりますよね、うん、まあ、全然見えないっていうしかも真ん中の一番後ろのヘッドレスほとんど見えないんで、それ考えたらめちゃくちゃ便利です。そうね、これはあった方がいいね。だそれぞれ今回紹介してるのはもう商売一見丸出しですけど、本当に単品取り付けもできるんで、うん、はい、たまに F56 にこれつけてインナーミラーつけてる人いて、いるっていういやでもデジタルインナーミラーって結局その映像なんで処理ができるっていう利点もあるらしいですよ、うん、そうね、まあ、肉眼だとこう眩しいってなったりとか、うん、暗すぎるとこって見えないですけど、映像だったらそれが見える可能性があるね。夜も明るく見えるし、そうですね、うん、ライトもね、そういうのも処理してくれるから。また V クラスやっぱり車しっかりしてんな、やっぱりドイツですよねこの辺。そうだね、うん、いやでも2列目いいね。いやだいぶいいと思うんですよ、うん、だって大人がそれだけくつろいでいけるんですよ。エクストラロングだと装備良くなるんですよね。そうだね、はい、あれはちょっと長すぎでしょ。そうですね、うん、だから日本で使うんだったら このサイズまでだと思うんですよ。そうだね、メインで使うんだったら。ただやっぱり装備に不満な方も多分少なくないと思うんで、まあ、その点をこうカバーしてると。ちょっと正直でも、はい、このリクライニングをして、はい、でレクレストグーッと上げて、はい、横になるときに、はい、なんだろうな、もうちょっと座面が、はい、座面のこの前の部分が、はい、あでも上がる、上がってくれると、あこうちょっと前にずり落ちていく感じが止められる。なるほど。それレッグレストのここ出してもシート自体は動かないんですね、うん、まあレッグレストを目いっぱい上げちゃえば、はい、だけどちょっと膝をこう折っときたいぐらいの時に、はいはい、なんか S の、 あのリアシートみたいにこう前に出ながらこうリクライニングっていうわけじゃないんですね。 そう、うん、それではないので。なるほど。座面のこの前後の高さをこれが調節できると、はい、もっとこうゆったり座れるっていうか、うん、まあ、この辺はあの車は試乗できないですけど、リアシートに座ってみるってことはできますからね。そうですね、まあ、気になる方はご来店いただいて、うん、リアシートの感触を確かめるなんていうのはできると思いますんで。あとマッサージ、シートヒーターいかがですか。よいしょ。だって後ろあのですよ、前シートヒーターしかついてないですよ、うん、前より装備がいいんですよハハハハ。前シートヒーターしかついてないのに、後ろベンチレーションとマッサージまでですよ。あーシートヒーターあったかい。はい、まあもうちょっと静かだとな。そうですね、うん、まああくまでその V クラスを便利にしようっていう回なんで。そうですね、はい、うん、V クラス最高っていうちょっとあの持った動画じゃないんで全部正直レビューでお伝えしてますけれども、うん、ただ本当にあの月間さん最初に言ったように、うん、アルベルだともうありふれてるじゃないですか、うんうん、だからそこでちょっと違うのがいいんだよなっていう人にはベースとして V クラス全然悪くないし。そうですね、はい、でこれをセットすれば後席は相当いいですね。で現行に関してはもう安全装備なんかも充実してますからね、うん、はい、非常におすすめでございます。あの単品ももちろんご相談いただければ今乗ってる V クラスを便利にするのができますんで。そうですね、ありがとうございます。ありがとうございます。
さあというわけで最後になりますけれども、はい、今回あの商品者紹介というよりかはそうですね、本当にデモカー紹介と、はい、商品紹介っていう感じでしたけれども、あのエクストラロング級の装備になってるってことですよね。そうですね、まあ、もちろんエクストラロングでもない、はい、そのアンビエントだったりいろんなパーツもさらについているということで、でなんかロングとエクストラロングで結構価格差あるんですよね、うん、いやだいぶ違いますね。なんか380万ぐらいも車体価格でも違うと、はいはい、でとんでもなく長くなっちゃうんで、うん、ちょっとエクストラロングまではな、ただショートとかロングだと装備がなっていう方結構部位多いみたいですね、うん、なんでまあその辺足していただければ、ね、今お乗りの方とか検討されてる方、はい、そのまま豪華にしたりだとか便利にしたりとか、まあ、あとはなんか結構バリエーションというかいろいろやりようがあるみたいなので、うん、まあ、いろんな機能を追加したりとかっていうのをご相談いただければできるみたいなので、はい、ぜひぜひボンドカーズ浦和もしくはボンドプラスにご相談ください。というわけで今回はメルセデスベンツ V220D アバンギャルドロングをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。